こうやってさ、向こう側に打つときに正面に向いてるところから、こうやって足を引いてこうやって合わせるんじゃなくて、こうやってこういうふうに合わせていこう。こうやって引いて横向きを作るような感じの状態になったときに、こうやってだいたいバランスがこういうふうになって、こういうふうに、そうすると体重が移動できない。必ずテイクバックと右足で合わせて、それから踏み込んでいく感じ。レシーブの時だってそうでしょ。こうやって引く。